歌川広重、名所江戸百景より、日本橋通り一丁目略図、背景に、白木屋が描かれている。明治時代の白木屋。白木屋を株式会社に改祖し、初代社長を務めた十代目、大村彦太郎。白木屋は、東京都中央区日本橋一丁目に存在した江戸、三大五福店の一つで、かつ、日本の百貨店の先駆的存在の一つである。 江戸時代から昭和にかけて営業し、1967年に東急百貨店に買収され、昭和、天明ともに東急百貨店日本橋店へと改称した。その後、1999年1月31日に閉店336年の歴史に幕を閉じた。跡地にはコレド日本橋が建設され、2004年3月30日に開業した。 日本国内では、称号は消滅したが、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルのアラモアナセンターでは、かつてのアラモアナ店が、シロキホールディング LLC として今も営業を続けている。初代、大村彦太郎家前が、慶安年間に、京都の寺のうちに、材木賞として、シロキを開いたのが始まりである。初代、大村彦太郎の母方の川崎家は、 大江の国の材木商であり、その商売を手伝った後、白木屋の屋号をもらって独立して開いたものであったが、独立、開業した直後は白木屋を名乗っていなかったとされている。また、初代、大村彦太郎の父である大村道を与えも、同様に川崎家の支援を受けて、京都で菊屋の名で材木商を営んでいたとされており、その最高を図る形にもなっていた。この、 京都の白木屋は材木商の傍らで、木綿類や日用品の販売も手掛けており、このことが後の五福店へつながることになった。初代大村彦太郎は江戸の繁華街へ出て商売を行うことに早くから強い意欲を燃やし、漢文2年8月24日に日本橋通り2丁目に、間口1軒半の小間物商としての白木屋を開いた。開店から3年後の漢文5年に、 当時の一等地であった日本橋通り一丁目に移転し、近隣を買収しながら、徐々に店舗の拡張を進めていった。また、漢文8年には、羽豚エ地の販売をはじめ、遠方6年にはチリ、ちりめん、盲線、車、両等の販売も手掛けるようになり、遠方7年にさらしもめん、天南元年にもめんばおりちに、気弱朝と徐々に取り扱い品目を拡張し、 五福太もの賞の仲間入りを果たした。その後、上京元年には店を拡張したほか、上京三年には高級品とされていた、軍内島を売り出し、宝永元年には贅沢品の毛織物を含めた、一般五福物を売り出すなど、江戸の町人文化の開花に合わせて、販売品目を広げ、越後屋や大丸屋と並んで、江戸三大五福店の一つに数えられる大棚に、成長した、 数度の累症、洪水、飢饉に遭遇したが、法歴元年には、市街屋店を開いた。しかし、店舗の改革の社資金制により、五福店の繁栄も低迷し、白木屋も幕末期より、京都本店、江戸店ともに莫大な借材を負って、経営困難に陥り、京都から千両もの資金援助を仰いだ市街屋店は、慶応四年に、閉店、続いて、名古屋店。 富沢町店も閉店した、明治時代の店内、それまでの座売りを廃止し、陳列式に切り替えた、1878年に建設された土蔵造り2階建ての店舗を増改築し、1903年10月1日に和洋折衷の3階建ての店舗として、新装開業した。この新装開業の際、木馬やシーソーなどを備えるとともに、蕎麦屋やシルコ店、 寿司店などの飲食店も出店する遊戯室を設けており、販売方式の面で百貨店化するとともに飲食店を併設するという面でも百貨店の先駆けとなった。この新装会業に際して電話受付係として女性店員を採用したほか、1911年10月1日に一部5階建てに増築して新装会業した際に、 1893年には、大阪、震災橋筋に、大阪出張店を設置して、大阪進出を図り、1920年11月1日に、阪神急行電鉄梅田駅ビル1階に182平方メートルの梅田出張店を開業し、1921年10月1日には、震災橋筋の出張店を閉鎖する代わりに、坂井筋貧乏町の角に3075坪の、 大阪支店を開設して東京と大阪で百貨店を2店舗展開するようになり、この大阪支店では床面を鍛えるバりにして日本の百貨店として初めて一般客の土足入場を行った。このうち阪急電鉄から招致されて出店した梅田出町店は食料品や日用雑貨の販売を行って好調な売り上げを上げた。この出店契約は 売上不部合制とすることでその売上実績を把握し、ターミナルデパートの経営成功をするかどうかを判断する材料とすることを狙った小林十三の考えによるものであったため、期間満了を理由として契約が解除され、1925年4月30日、限りで閉鎖し返還することになった。阪急梅田ビルには、同年6月1日に2.3階に、 自社直営の食料品や生活雑貨中心のスーパーに近い形態の半球マーケット4.5階に直営の半球食堂を移設して開業し1929年4月15日には鉄道会社直営イコール電鉄系百貨店として初の半球百貨店を開業しておりターミナルデパートにつながるものとなった1923年5月15日には 神戸市港川の神戸実業銀行内に神戸出張店を開設し、関東大震災で被災した日本橋本店の営業再開までの間には、大阪と神戸に本店から58名を転勤させて営業力の強化を目指すなど関西での営業にも力を入れた。しかし、神戸出張店の業績が伸び悩んで1927年3月に撤退する際に、 約16万円という当時としては巨額な損失を出したほか、大阪支店も赤字が続いたため1932年7月に閉鎖して関西から全面的に撤退することになった1923年9月1日に発生した関東大震災で本店が全壊する大きな被害を受けることになった震災から2ヶ月後の同年11月1日には 日本橋本店の仮建築を完成させて再開するなど早期の再開を目指した。ところがその後東京市の復興計画の遅れから日本橋本店の区画整理の決定が遅くなったため仮建築の期間が長期化し業績の低迷が長期化することになった。そのため1926年と1927年の2年連続で赤字に陥るなど経営に 致命的な打撃を受けることになった。白木屋は戦術の通り、1920年11月1日に、阪神急行電鉄梅田駅ビルや東京、丸の内の会場ビルにも丸の内出張所を開設するなど早くから小型店舗の展開を進めていた。1923年3月には、東京、丸の内の丸の内ビルジングの竣工に伴って、同ビル内に、 丸の内出張所を開設したほか、同年5月15日に神戸実業銀行に出張所を出展するなど、関東大震災前から積極的な多点化が進められていた。また、1923年9月1日に発生した関東大震災の直後も、同月15日に東京、丸の内の丸ビル出張店の営業を再開すると、ともに、 同月20日から一回正面左角の三菱商事跡の一角を借り受けて新営業所を開設したほか、旧団下牛が淵公園前や四谷塩町停留所前に出張店を開設して日用雑貨などの販売を行って好調な売り上げを上げた。1926年に丸の内と四谷出張店を閉店したほか、 阪神電気鉄道梅田駅に出店した出張店なども短期間で閉鎖されるなど店舗の閉鎖も少なくなかった。日本橋本店の再建が遅れることになったため業績を維持するには仮建築での営業だけでは不可能な状況となっていた。そして2年連続で赤字に陥ったこともあり、1928年2月の 日本橋本店の本建地区による再建第一期工事の落成に前後して、分店と呼ぶ小型の店舗をチェーン展開し始めることになった。1927年3月に神戸出張店を閉鎖した際に、約16万円という当時としては巨額な損失を出していたため、不動産を取得して出店することなどの危険性も痛感させられていた。そのため、まず実験的に、 池上電気鉄道のターミナル駅ビルを沈借して約3万円を当時五反田分店を出店して、分店を出店することの成否を1ヶ月間で判断することになった。この五反田分店が順調に立ち上がったことから、分店の多店舗展開が進められることになった。百二十九年二月に大森分店を出店、同年三月に日本橋通り二丁目に売店を開設したほか、 1930年に東京では、金糸堀や神楽坂、関西では京都に分店を出店している。この他にも東京では、麻布十番や大塚、金糸堀江東橋、大久保、大井、帝大などに分店を出店したほか、小田急電鉄新宿駅の構内に小田急売店を開設している。東京の分店、出張店、売店は、 比較的順調に売り上げを伸ばしたとされているものの、日本橋通り2丁目の売店は、開設からわずか半年の9月に閉店となったほか、大久保分店も業績不振で短期間に閉鎖になるなど、必ずしも全店が順調に売り上げを伸ばしたわけではなかった。また、関西では、天神橋筋6丁目の天六分店や梅田の阪神出張店、 天馬橋の京阪出張店などのターミナル駅や、その駅前に出店したほか、福島や玉造、京阪の香り園等にも、分店、出張店を出店していたが、大阪支店閉店前後までで、全店閉鎖して、関西からは、全面的に撤退する形となった。1931年に、日本橋本店の再建工事第2期が完成して、全面的に復興することになったが、 1932年7月には大阪支店閉店した。同年12月16日、日本橋本店4階から出火し、死者14人、負傷者67人を出す惨事となった。この白木屋火災は日本初の高層建築における火災事例であった。これらの災難が重なり、困難な経営状況が続くことになった。また、分店開設の一環として、 京浜電気鉄道の品川駅乗り入れに伴ってできる高架下に品川文献を開設する計画を立てたが日本百貨店協会が支店などの開設を自粛する自制協定を発表したことに伴いそれに抵触するとしてこの構想は実現できなくなるなど出店戦略も行き詰まることになったこの京浜電気鉄道品川駅などへの出店計画自体は 当社の取引先のトン屋と京浜電気鉄道が出資して設立した株式会社京浜デパートが継承して実現したものの当社は出資できなかったためその利益を享受することはかなわなかったまた戦時体制へと進む中で資材調達にも抑制がかかり1938年7月に大森文店隣接地に開設した大森映画劇場は 鉄骨使用が禁じられて木造建築となるなど統制による営業への影響が徐々に現れ始めた。一方では1937年に五反田分店と金視堀分店、大森分店の増改築が行われて増床が実現しており、当店の分店の営業面積は大幅に拡大することになった。大森分店は地元鶴屋に資本金100万円を出資して、 鶴屋株式会社都市増改築を行い、白木屋が改めて賃借契約を結び、鶴屋から貸し室する形で真相回転した。また、関連会社として白木貿易を設立して、戸御市や西尾木久保、立川市、平塚市、水戸市、前橋市、大田市など関東各地に分店を置いて、日用雑貨の販売を行う営業戦略も展開している。 その後も政府による統制強化が続き、輸入の制限、工程価格制導入による価格統制などが相次いで施行されて自由な営業が難しくなり、店舗などの建物の教室命令なども受けたため、事実上回転休業状態に陥ることになった。そのため、配給所の運営などで、かろうじて存続を図ることになったが、東京大空襲で、 日本橋本店の5.6階及び8階の一部や、大塚分店、隣接地に移転後の大森分店、近視堀分店などの主要店舗が消失するとともに、その際に従業員も死亡するなど、大きな被害を受けることになった。接種解除後間もなくの白木屋の広告第二次、世界大戦後も1946年8月に、本店が新中軍向けの配給所である、 PX として教室させられ、すぐに通常の営業に戻れなかったため、同年10月にキャバレー、クラブ白木として営業したほか、1947年に NHK に一部をラジオ劇場として賃貸するなど、百貨店以外の事業で過労じて存続する形となった。ソニーが1946年5月7日に日本橋本店の3階で創業したのも、こうした。 百貨店営業ができない状況下での貸し室が行われていたことによるものであった。1942年2月、日本工学工業が建物所有者である鶴屋株を白木屋から買い取り、白木屋の貸し室を戦時教室せざるを得なくなった大森文店建物については、1945年11月に新中軍に本店ビルを接収された東京海上火災保険が、 日本工学から鶴屋株全株を買い取り、本社部門が入居した。そのため白木屋は、訴訟を起こして裁判所から立ち退き命令を出してもらっている。所有権は鶴屋を解消した東海工業から昭和21年11月に、東京会場が取得。東京会場は、大手町に1950年10月5日、自社ビルを完成させ、大森から転出。 大森営業所として残した部分や日本サルベージへの賃貸部分以外の大半が東京会場から貸し室として明治生命や白木屋などに賃貸され白木屋は大森店を再開させた売上が伸ばせない状況下で仕入れ商品の値上がりも続いて利益を圧迫されたため1948年8月に大塚文店を運輸省に売却することになった 1952年5月には日本橋本店が全面的に返還されたため本格的に営業を再開し同年9月に資本金を2億円に増資するなど財務面の強化も進め同年12月に中央線公園寺駅北口の駅ビールに公園寺分店を開設するなど小売事業の本格的な復活に向けてようやく動き出すことになった 日本橋本店の営業再開が困難な状況が続いたために業績の低迷が続いたことから横井秀樹と堀久作が株式の過半数を握ることになった。そしてこの買収騒動の収集策として東急電鉄が株式の過半数を取得したため当社は1956年1月に東急の参加に入ることになった。この東急グループ入りの直後に 第二次百貨店法の施行が決まったため、運転の運営に制約がかかることを警戒して、五反田と大森、高円寺の3点は白木工業として分社化され、同社が1957年4月1日に東横工業に合併して、チェーン店の一部として継承されることになった。1958年8月に東横百貨店を九州合併して、株式会社東横に、 称号を変更したことで法人名としての白木屋は消えることになり、1967年10月に日本橋本店の名称を東急百貨店日本橋店へ解消したため、日本国内から白木屋の屋号も消えることになった。一方、1959年10月、アメリカ合衆国のハワイ州に白木屋インコーポレーテッドを設立し、白木屋の店名で、 アラモアナ店など4店舗を出店するなど、伝統ある屋号の活用も模索された。その後、シロキアインコーポレーテッドは、親会社であった、東急百貨店の方針により、東急グループから離脱した。1999年1月31日には、当店の後ろ身である東急百貨店日本橋店が閉店し、江戸時代から続いた歴史に終止符が打たれることになった。 ハワイのシロキアインコーポレーテッドは2001年、現地従業員が中心となって設立したシロキアホールディング LLC に譲渡された。当社日本橋本店跡地には日本橋一丁目ビルディングが建設され、2004年3月30日に店舗面積約1万平方メートルの商業施設、コレド日本橋が開業し、当社の小型店を継承した東急ストアが、 地下1階に高級スーパーマーケットのプレッセ日本橋店を開設した。百貨店としてのシロキアの商標はもはや国内では見ることができないが、ハワイホノルルにあるショッピングセンター、アラモアナセンターでは、シロキアホールディング LLC によって今もシロキアが営業を続けており、広重の絵にも描かれた、長男斜めに交差させた図案のロゴシンボルも未だ健在である。東高等総案。 販売、ザウりを廃止陳列式都市、ショーエンドを女子店員を採用、日本の百貨店初の食堂設置。ただし、近隣の寿司や、シルコや、蕎麦屋が出店、子供遊戯室での営業。1930年代の白木屋の広告。左下に、大火で改装後の白木屋の建物が映っている。名水白木屋の井戸石碑初代、彦太郎の時代は、江戸が、 大きな都市として膨らむ時期で、水の悩みが耐えなかったらしく。それから50年後の聖徳元年に、二代目安全は、日本橋一帯の吉見の乏しさを救うため、白木屋の店内に井戸を掘ることを思いついた。これは、なかなかの難工事で、途中で挫折しそうであったが、ある日、井戸掘りの桑の先に、手応えがあって、一帯の観音菩薩像が出現し、これを機に、吉見が、 コンコンと湧き出してきたと伝えられる。そこで、白木屋は店内に祠を建て、観音像を祀ったところ、人々の産経は引きも切らず、4万6千日、五会長当日の賑わいは、とうと歳時期にも登場するほどの江戸名物となった。この冷水は、吉見の不足に悩む付近の人々を潤したばかりで、なく、この水のおかげで、長年の病気が癒えたという人も出たと伝えられてきた。 閉店にあたり、観音像は浅草の戦争時、淡島堂に潜在することとなり、江戸城下の歴史を理解する上で重要な遺跡として、東京都指定旧跡に指定されており、日本橋一丁目交差点閣にあった、名水白木屋の井戸の石碑は2004年に、カーリード、日本橋アネックス広場内に移設再現されている、日本の都市災害史に残る大火災の一つ。 1932年12月16日午前9時15分ごろ、4階のガング売りリバで火災が発生。地下2階、地上8階の建物の4階から8階までを全焼して午後12時過ぎに鎮火した。火災による死者が1人、墜落による死者が13人、勝者が67人という日本初の高層建築物火災となった。当時、白木屋は、 最末大売り出しとクリスマスセールが重なり、店内は華やかな飾り付けがなされていた。開店前の点検でクリスマスツリーの豆電球の故障を発見し、開店直後に男性社員が修理しようとした時、誤って電線がソケットに触れたためスパークによる火花が飛び散り、クリスマスツリーに着火。火は山積にされたセルロイド人形やおもちゃに燃え移り芝叩く間に、 猛烈な火炎を上げた。この社員は消火活動をしているうちに煙に巻き込まれ、一酸化炭素中毒で死亡した。4階にいた55人の客や店員は驚いて、避難を開始したが、火の勢いは、ますます大きくなり、エレベーターや階段が煙突の役割をして4階から最上階の8階までが、猛炎に包まれた。日本橋消防署の暴露勤務員がこの火災を発見し、 ポンプ車29台、はしご車3台などを出動させて消火活動に当たったが、はしご車は5階までしか届かず、ポンプも送水圧力が上がらないため5階以上への放水はできなかった。日本橋消防署に在籍していた機械体操の経験者が消防車積載のはしごを外壁に垂直にかけて、よじ登り、ロープで固定して避難ルートを作った上で被災者を、 誘導したが、一部の客や店員らはパニックに陥り、売り場にある布やカーテンを結んでロープ代わりにしたり、女性店員の帯を結んで脱出を試み、途中で切れて転落死した。また、消防部が地上で張った救助ネットをめがけて7階から、飛び降りて助かった客や店員が80人前後いたが、目測を誤って地面に激突して死亡した人もいた。これを教訓に、 神田消防署に特別救助隊の前身となる、千人救助隊が編成される。白木屋店長は、客や従業員を誘導して屋上に避難し、客の生命を守った。この火災によって、セルロイド製玩具の危険性が、社会問題となり、各百貨店の玩具売り場から、セルロイド玩具が、一斉に姿を消した。しかし、他に代替できる素材が存在しなかったため、 しばらくすると、セルロイド玩具は再び販売されるようになる。火災以降、セルロイド不燃化や代替素材の研究開発が進められたが、実現したのは戦後になってからだった。この火災では、逃げ遅れた高層階の女性店員が転落死している。和服を着ていた女性店員たちはズロースをつけていなかったため、陰部が矢印馬にさらされるのを防ぐため風でめくれる。 そう抑えようとして、思わず、命綱を手放し転落死したとされている。また、この悲劇を教訓として女性へ、ズロース着用が呼びかけられたことで、ズロースを白週間が広まり、様相化が進んだとされている。ただしこの通説には、疑問が呈されている。まずズロースが原因で、転落死したという点について、白木屋専務の山田忍蔵が23日の、 朝日新聞で避難活動の様子を談話の形で発表し、5回、4回と問いや命綱を伝わって降りてきた和装の女性店員が2、3回まで来たところで矢印馬に見られていることに気がつき、羞恥心から裾の乱れを直そうとして墜落し負傷したケースがあったため、今後は女性店員にズロースを履かせることにしたと述べている。つまり、ここで言う女性店員とは、 転落死した高層階の店員のことではない。しかし、28日の都新聞の記事では、両者が結びつけられ、女性店員が、転落死したのはズロースを履いていなかったからだと報じ、読者にズロース着用を呼びかけた。以降、この都新聞の記事の内容が、他の新聞でも反復されている。火災がきっかけで、ズロースが広まったとする点についても、 火災から1年半後の福岡日日新聞の1934年6月22日の記事にて90%以上の女性がズロースを履いていないことを報じている。同記事では都新聞の内容を反復しており通説が浸透し出しているがそれがズロースの着用率を高めるには至っていない。そもそも災害を教訓にしたズロース着用の呼びかけは 関東大震災の際にもあったが、この時もズロースの普及は実現しなかった。白木や火災をきっかけとしたズロースの着用率増加は、せいぜい1%程度と見られており、ズロースの本格的な普及が始まるのは、火災から10年ほど経ってからである。当時の日本人は腰巻きの習慣が長く、ズロースを着用するようになるには、かなりの時間が必要だった。後に、ズロースが普及したのは、 女性が男性と同じ職に就くようになるにつれ、職業婦人としての様相が定着したからである。日本の経営史上に残る経営紛争の一つ。1949年、日本橋交差点の高立地にありながら業績が伸び悩んでいた白木屋に対し、当時繊維関係の商社を経営していた横井秀樹が株の買い増しを開始、経営権の獲得を目指し買い占めを行っていたが、 1953年に日活社長の堀旧作の持ち株と合わせると同社の過半数の株式を掌握することが判明したため、両社は共謀。白木屋に対し両社の役員就任等を迫った。まもなく、堀は白木屋株を山市証券へ売却して、この一件から手を引いたが、1954年ついに白木屋経営人と横井は全面対決をすることとなり、 両者がそれぞれ株主総会を実施して役員を選出するといった異常事態になった。慶応罰一族が経営する名門百貨店としてはどこの馬の骨かわからない人間に経営を任せるわけにはいかないと横井の追い払いに躍起となった。当時横井を金融面で支援していたのは堀ともつながりを持つ千葉銀行であったが、1955年千葉銀行は 横井が金策で行き詰まってきたため、東急グループ総帥の後藤慶太に支援を要請。後藤は熟考の末自体の収集に当たることとし、横井及びもともと堀が保有していた株式を買収して経営権を掌握。結局横井は白木屋から手を引き、東急が業績不振の白木屋を再建する目的で買収する形を取ることとなり、乗っ取り騒動は一件落着した。横井は、 この一件で当時、期待の指定屋としてその名を轟かせることとなる。閉店直前の東急百貨店日本橋店1999年1月31日、白木屋以来336年の歴史を誇ってきた、東急百貨店日本橋店が売れ行き不審で閉店。正月2日から始まった閉店セールは、新聞、テレビなどで大きく報道されたこともあって、初日から大盛況となり、 店として過去最高で前年の5倍以上の10万7000人が訪れ7億円強を売り上げた。社会現象とも言われ、店じまいした1月末までの来店客は204万人、年少の約半分の165億円を売り上げるほどであった。大正時代に開催した相撲展覧会がきっかけで、相撲界との密接な関係が生まれ、 白木屋という店名が白星につながるということで、大相撲の力士の化粧回しの注文を一手に引き受けてきた。営業最終日の閉店セレモニーでは、大相撲第27代木村翔之助が特設舞台で、本日をもって千秋楽でございますと結びの触れを行い、曲集山らの三本締めで336年の歴史を閉じた。 閉店セール中の東急百貨店日本橋店1928年に西立1931年に東館が完成。東館は日本橋三越に対抗してアールデコ城の装飾が採用された。設計は石本菊次。1967年10月に東急百貨店日本橋店に改称し1999年1月31日に 閉店となった。跡地には、日本橋一丁目ビルディングが建設され、2004年3月30日に、店舗面積約1万平方メートルの商業施設、コレド日本橋が開業し、当社の小型店を継承した東急ストアが、地下1階に高級スーパーマーケットの、プレッセ日本橋店を開設した。大阪市東区ビンゴ町2の56坂井筋、地上9階建て。 1921年10月1日開店、1932年7月31日閉店、設計、田中実建設、清水建設境筋ビンゴ町の角に建設した3075坪の店舗で床面を北入り張りにして、日本の百貨店として初めて一般客の土足入場を行った、閉店後の1936年に野村生命保険に、 1> 約170万円で売却され、第二の村ビルジングとなった、東京、編集、山手線から見た五反田駅前の風景、右側に、旧、五反田文店がある、品川区東五反田2の1の2池上電機、鉄道五反田駅ビル1928年12月18日、開店、1956年白木工業へ、分社、譲渡、 1937年1月20日に一旦閉店してに建て替え工事を行って増床した。1956年6月施行の第二次百貨店法による規制を避けるため白木工業として分離独立した後、1957年4月1日に合併により東横工業へ移管されて五反田東急ストアになった。その後レミー五反田。 1929年2月開店、大田区大森北一大森駅東口、設計、石本菊次。1937年1月20日に一旦、閉店して、地元鶴屋に出資して株式会社鶴屋とし、建て替え工事を行って増床。白木屋が鶴屋と賃借契約して入居した。この2代目店舗は、隣接地に映画館を併設する構想だった。 昭和13年7月、映画館部分が鉄骨使用が禁じられて、木造建築となるなど統制による影響を受けながら建設され、大森映画劇場兼店舗として使用された。第二次世界大戦中は、統制経済のも1942年3月19日に、軍需物資を生産していた日本工学工業に3階、4階を、貸し室として供出することとなり、 同社の本店と設計が入居。昭和18年10月には、全館教室とのため、昭和19年3月入り来ラ内に店舗を移転させた。第二次世界大戦後は1945年11月に GHQ に丸の内の本店ビルを接収させられた東京海上火災保険が、東ビル所有者の株式会社、鶴屋の株を日本工学から全株買い取り、ビル名を 大森東海ビルディングとして本店部門を入居させた。鶴屋はその後東海工業と解消していたが昭和21年11月東京会場は東海工業から建物を買い取った。白木屋は訴訟を起こして昭和25年裁判所から東京会場の立ち退き命令を出してもらった。東京会場は大手町に自社ビルを 昭和25年11月に完成させ、大森本店は退出、移転した。東京会場は、大森営業所以外の大半を賃貸に出したので、白木屋は、明治生命などと共に賃借、大森店として営業を再開させた。東京会場、日動ビルディング大森東海ビルディング、東京会場ビルディング別館も参照運営については、1956年6月施行の、 第二次百貨店法による規制を避けるため、白木工業として分離独立した後、1957年4月1日に合併により、東横工業へ移管されて、東急ストア大森店になった。東京都電荒川線、大塚停留所、山手線向かいの灰色のビルが、旧大塚分店都島区北大塚1の16の6、大塚駅北口、設計、石本菊次。 1936年9月に一旦閉店して建て替え工事を行い、1937年5月31日に増床して地上5階建てのべ床面積約1500坪の新店舗として新装開業した第二次世界大戦後に売り上げが伸ばせない状況下で仕入れ商品の値上がりも続いて利益を圧迫されたため、1948年8月に 運輸省に売却することになった。丸物の兄弟会社のサントが買収して1956年10月に売り場面積約900坪の松岸ストアが開業したものの1959年11月29日に閉店となった。その後転売されて大塚ビルとなったが2017年に解体。本属高等橋二十六の九百三十年四月、開店。 1937年に大規模な増改築工事を行って増床した JR 近視町駅前の上等電気軌動金絞り停留所に開設した店舗を借りて出店していたため店舗の1階に電車が発着していた戦後も繊細で焼けた状態のまま補修工事がほとんど行われぬまま1階のみが使用される状況が続いたが回収されて 墨田区内で当時唯一の大型店であった、高等デパートとなった。解体後、現、東京トラフィック禁止庁ビル、麻布区麻布十番ヨドバシク大久保業績不審で、短期間に閉鎖になった。品川区大井駅前本郷区四役1930年、開店、神楽坂園芸所跡に出店し、当店の進出をきっかけに、周辺の商店街で倒産、破産、移転、 業態転換が続出することになった。1952年12月開店、杉並区公園寺駅北口の駅ビルに開設された、店舗面積約1200平方メートルの店舗である。1956年6月施行の第二次百貨店法による規制を避けるため、白木工業として分離独立した後、1957年4月1日に合併により、 東横工業へ移管されて、公園寺東急ストアになった。初代丸の内出張所が置かれていた、東京海上ビルディング旧館工島地区丸の内、東京海上ビル内1923年3月に、丸の内ビルジング内に、丸の内出張所が開設されたことに伴い、海上ビル出張所へ改称した。1923年3月開店、1926年閉店、千代田区丸の内、 丸の内ビルジング内、関東大震災直後の1923年9月20日から1階正面左角の三菱商事跡の一角を借り受けて売り場を拡張して営業した1923年開店、転、麹町区休断した関東大震災直後の1923年に休断したの牛が淵公園前に開設した店舗1923年10月25日開店。 1926年閉店。四谷区、関東大震災直後の1923年に、四谷市を町停留所前に開設した店舗で、日用雑貨などの販売を行って好調な売り上げを、上げた新宿区小田急新宿駅ホーム内に開設した店舗1929年3月開店。1929年9月閉店。 日本橋区日本橋通り2丁目に開設した店舗であったが、わずか半年ほどで閉店となった。関西、編集1893年開店、1921年閉店。大阪、震災橋筋に開設した店舗であったが、堺筋、ビンゴ町角への大阪支店開設に伴い、移転する形で閉店となった。天神橋筋6丁目へ出店していた。 1920年11月1日開店。1925年4月30日閉店。阪神急行電鉄梅田駅構内急、阪急ビルディングの1階に出店にした182平方メートルの小型店で、食料品や日用雑貨の販売を行って好調な売り上げを上げた、ターミナルデパートの成功可能性を確認するための手段として、 売上実績のデータを取得することを目的に、売上げ部外制で小林十三が承知したものであったため、その成功ゆえに期間満了に伴い契約を解除されて撤退することになった。小林十三は当店の売上実績を見て、ターミナルデパートの成功に自信を持ち、当店閉店の 1> 約1ヶ月後の1925年6月1日に2.3階に自社直営の食料品や生活雑貨中心のスーパーに近い形態の半球マーケット4.5階に直営の半球食堂を移設して開業し1929年4月15日には鉄道会社直営イコール電鉄系百貨店として初の半球百貨店を開業することになった。 阪神電気鉄道梅田駅構内へ出展していた。京阪電気鉄道の天間橋駅へ出展していた。京阪電気鉄道の香里駅付近へ出展していた。1923年5月15日開店。1927年3月閉店。港川にの神戸実業銀行内に開設された。1930年開店。文店開設の一環として。 京浜電気鉄道の品川上入りに伴いてで,できる高架下に品川文献を開設する計画を立てたが、日本百貨店協会が支店などの開設を自粛する自制協定を発表したことに伴い、それに停職するとして直営での出店を断念し、京浜電気鉄道と当社の取引先の取引どんやが出資して1933年に、 資本金10万円で株式会社京浜デパートが設立したもの、京浜電気鉄道品川駅の地下と地上1階の契約1000坪の品川店を開設したのが川切に、1934年9月に蒲田分店、1935年3月に鶴見分店、同年5月5日に川崎分店を開店するなど母体企業である。 京浜電気鉄道の沿線での横転化を推し進めた。1933年6月京浜電気鉄道と公戸会社設立。1948年京浜急行電鉄に売却、現、京急ストア。詳細は京急ストアを参照系浜デパートが京浜電気鉄道沿線以外に出店する際に使用した屋号で池袋駅に木造2階建てで 売り場面積2347平方メートルの池袋分店を1935年2月に開設したほか、同年12月に高田の馬場分店を開設した。1940年3月15日に、武蔵野鉄道に営業場として武蔵野デパートとなり、1945年春に、戦災で全焼し、戦後の1949年4月27日に、 西武百貨店へ称号を変更して同年末に営業を再開している。詳細は西武百貨店を参照当社の当時の大阪市店長藤崎翔太郎が京阪電気鉄道から自社のターミナル駅での百貨店経営への参画を依頼され1932年11月15日に資本金100万円で設立したもの。同年12月1日に天神橋駅に 京阪電気鉄道の直営で営業していた、天禄京阪マーケットとそれに付随する天禄の、京阪食堂や、千里山や平方、天馬などに展開していたデポーと呼ばれる出先の店舗の、資産と営業のすべての譲渡を受けて、京阪デパート店6支店としての営業などを開始し、1933年9月23日に、鉄筋コンクリート作り地上3階地下1階建ての、 店舗が完成して、京阪デパート天間第二次世界大戦終戦直後の1945年8月28日に会社解散となり、天間店などの店舗の建物は、京阪電気鉄道が戦時統合で阪神急行電鉄と合併して1943年10月に設立された母体企業の京阪神急行電鉄に買収された。 天満橋店の営業も京阪神急行電鉄に譲渡されて同社が当時直営していた阪急百貨店の一部となり阪急天満橋マーケットとして1946年に営業を開始した。1947年4月1日に京阪神急行電鉄の百貨店部門が株式会社阪急百貨店として独立したことに伴い阪急百貨店天満橋支店となった。 1966年ビル建て替え、現、京阪シティモール詳細は、京阪デパートを参照。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます白木屋大化に関する、カテゴリ東急百貨店日本橋店に関するカテゴリありがとうございます。